あれ緊張されますか？そうですちょっとだけ。いや僕弓持ったの5歳の時なんですよ。一緒に頑張ろう。どうもこんばんは、YouTube のたけしです。ダイナスティの荻野太です。ふわっちです。本日ですね、はい、あのスーパースターが、いや僕ね見たこと、あの喋ったことないんですけど、うん、ほぼバチバチに公務で決めてる感じの気になるよね、うん、気になる。いつ見てもバチバチですよね。バチバチ。じゃあヒント、ヒント。おいいですね。分かる人は分かるね。分かるね。これ分かる人はあの金大さんのインスタ見てるとね、な感じやっちゃってんだな。じゃあ俺はこうこんな感じ。僕はもう山口が生んだウィリオンカス。登場していただきましょう、藤井望選手どうぞ。ありがとうございます。ブンブンナロユーリチューブすごい、ありがとうございます。よろしくお願いします。スパイですね。すごい癖僕も面識なかったんですけど、この間の前日の時に写真撮らせていただいた時に髪の毛バチバチに決まってて、何今からライブするんかこの人そうで、ウィリーウォンカー意識しましたって言われて、僕はチャーリーとチョコレート工場のほかっぱのね、俺のどう意識したんだろうなと思ってさ、で次の日自分が聴いてた曲見て、あこれかあれ緊張されますか？そうですちょっとだけ、はい、はい、あんなクセクセの登場してブンブンナロユーリチューブ。いやあれやってから緊張した。自分でハードル上げちゃった。ハードル上げちゃった。はい。今3年生。いや2年生です。間違えた。今2年生ということで、はい、来年3年生。はい。はい。今回ナショナルチーム入りをしたということでおめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか試合展開は。まあそうですね、結構苦しかったですね。苦しかった。はい。途中でちょっとバグったというか、うん、途中でちょっとズーンって来たもんね、はい、知ってるの？60件打ってたよね。60件は打ってないです。ごめんなさい、ここカットで全日ですね。全日です。なんかね、金子先輩の順位も僕見てたんで、うん、やっぱ上を気にするんですけど、結構名前がこうゆら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 結構接戦だったもんね。そう上ほんの少し抜けて、4人ぐらい抜けてて、そこからもうほぼ接戦だったもんね。そうそうそう。なるほど。今年でも王座優勝されてますからね、はい、1年生、今年からメンバー、いえ、去年も今年もメンバーで、近代で2年ですか、すごいです。ありがとうございます。山口は国体でしか行ったことないかもしれないです。あ、本当ですか？山口国体の時、行った知ってます？山口国体って、あの、周防島でしたっけ？周防島で、そう、はい、高3ってね、高 2？ 僕高2ですね、行きました。俺が大学2年だったから、そうね、風の強い試合でした。風の強い試合、あそこでじゃあ育ったということで、はい、どうですか最近の、じゃあ調子の方はまあまあ上がってきてる？ぼちぼちですね。わかりましためちゃくちゃ喋らないんで何喋ったらいいかなと思って、振りが弱いです、僕たちのせいです。いえいえ、そんなことないはい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。お願いします。履いとるね。あれこれウェザーの、あ、違います違います。ウェザーのバッジを貼ったってこと？いや、これ元々ついてたんですよ。え、ショースプーンなんか。分かんないです。アウトレットで売ってました。へえ、かっこいいね。似合ってるね。ありがとうございます。はい。固めでいいですよ、アーチェリー。あ、そうなの。結構、はい。一番最初の会話が、トラビス・スコット履いてる俺に、それ、あれですか、当たったんですか？いや、ブレネで10万ぐらいいってんじゃないですか。14万ぐらいって、ね、欲しかったんですけど。スニーカー大好きなんですね。スニーカー好きですね。スニーカー芸人か。はい、いや芸人です、はい
ブンブンナロユニチューブ。アチリカの芸人取られちゃうよ。全然いい全然いい。分け与えていく。柔らかい打ち方してますよね、本当に。どうですか、小橋さん的に。僕、あの選考会の時それこそ見てたんですよ。こっち側から、こっち側からこう見てたんですよ。あ、いいなぁ、なんか柔らかい打ち方でポンポンポンみたいな感じで、うん、選考会もめっちゃ緊張しましたね。なんかさ、はい、結構残ってたりしてたもん、ね。はい、でも全然なんか、上手だなと思ってました。あれがウィリーウォンカか。あれがウィリーウォンカ、噂のウィリーウォンカ。俺たちの柔らかい、いいや、これ好き、俺好き。実質ってどれぐらい出てるんですか。実質 47.5 です、全然そうは見えない力ですよ、ね、弓の音めちゃくちゃ静かだ。いや、矢が短いんで、なんか27ぐらいじゃないですかね。27。はい。リムは70 70です。27で70なんだ。そうですね、もともと普通のポイントだったんですけど、タングステンにしてちょっと短くなっちゃって。身長74ぐらいありますよね。72です。72。はい。にしては私髪の毛分でこう。そうですね。腕が短いんで。そうなんだ。はい。もうちょっと恵まれなかったです。腕の長さに。自己診とかってどんな感じですか。自己診、練習ですか。あ、どっちもじゃあ教えてください。練習が83なんですけど、試合が73までしか出てないんですよ。まあでしょ、まあ、73までなんやな。73じゃない、ちょっと知らない。俺も51までは練習。インドアかと思った。自分でその好きなポイントあるんですか。の好きなポイント、ちょっとここいけてるなみたいな、髪型以外で。そうですね、笑わないよ。髪型って言おうとしたんですけど、自分の通じてんね、通じていきましたね。いや、特にないですね、射形に関しては。ないんだ、はい、意識してるポイントとここだけは絶対に毎回毎回あのチェックポイントにしてるみたいなところとかってありますか。あ、僕取り掛けがすごい滑るんで、滑らないようにっていうのと、はい、クリッカー切るときにどうしてもグリップで切っちゃう癖が、はい、あったんで、もうそれはないように意識してますね。グリップ純正のままなんですね。いや、これ違いますね。CTK5 って言って、H のウィンのやつです。流通してないやつ。流通してないやつ。さっき、まあ個人的な感想としては、やっぱあの足首ない芸人として、この足首は羨ましい、ね。羨ましいよね。これなんかトレーニングとしてんですか。してないですね。ギュンギュン。ギュンギュン。カスタムパーツみたいな。スニーカーも。スニーカーが映えるな。ケツチッいいよな。結構よく見ると、あ、肉付き良かったりするけど、やっぱりウェイトトレーニングは。そうですね。なんかちょっと欲しくて、見た目的に、はい。なんかあんまり二頭筋とか胸筋とかつけたらいけないみたいなあるじゃないですか。はい。ちょっと見栄えがいいなと思って。なんか似た匂いしますね、僕らと。同じライン。形から入るタイプ。系のクオリティがちょっと全然違う。俺はちょっと高いな。ちょっとどころじゃないね。さんのトレーニング好き物語ってんのが、今このセッティングで、まあ重いセッティングじゃないですか、うん、前どんだけ積んでました。サイド10オンスです。サイド10オンス、はい、コッパやってたんですか。イカブですよね。はい、イカブです。片方10オンス、あ、5、いや、10ですね。センターが9半だったと思います。センターの方が少ないんだ。なるほどね、はい、そんなもんか。でも47ってなってくると、やっぱりある程度弓も重さないと引き分けられない、ね、そうですね。でも軽くしたんで、はい、ポンドも落としたんですよ。もともと 48.5 だったんですけど、もっと軽くしたら本当に。でも
ますいやマジマジマジ、もうちょい軽くしたら。だってもう打ち切れてるもん。尊敬する選手とかいますか？そうですね、やっぱり桑江さんですね。お、はい、山口の先輩。山口の先輩として。やっぱあのかっこいいですよね。やっぱり、はい、はい、見た目大事なんで。はい、かっこいい。はい、かっこいいですね。そんな桑江さんは後で登場してくれるということで。はい、楽しみですね。まあ、藤井君にあの登場させたからみんなのハードルも上がったという感じですね。マジうまいな。点数出始めたのはもう弓持った瞬間？いや、僕弓持ったの5歳の時なんですよ。え、ね、あのもっと早い人いた。ボケなんかも分からない。あの佐伯で初めて。はい、そう、私も出身なの？いや、山口出身なんですけど、うん、そのままちょっと父がやろうみたいな、父の知り合いがやってて、みんなで行こうみたいな感じで行って始めたんですよ。そんな絶え間なくずっと続けてるんですか？そうですね、気づいたら。あ、すごい、はい、パワースポットなんかな。パワースポットだ。パワースポットだ。あそこ多分パワースポットだよね。一日はどんぐらい練習するんですか？一日300から400ですね。こんだけ上手だったらもう練習とか楽しいんだろうな。楽しくないですね。アーチェリーしてて一番テンション上がる瞬間はどこですか？やっぱ新しいスニーカーにリムをこうグッて入れる時ですか？いや、僕綺麗なスニーカーアーチェリー履きたくないんですよ。あ、なるほど。なんで勝負スニーカーは家に、はい、寮に置いてます。へー、はい、どうしても使い古したのを下ろしてくるみたいな。なるほどなるほど、はい。自分のメンタルはどうですか？強い方だと。いや、弱いと思いますね。はい、王座とかもめちゃくちゃ緊張しちゃってるんで。特別なトレーニングとかされてるんですか？いや、してないですね。メンタルの、メンタル、まあ、メンタルでも、まあ、古川さんと話すぐらいですね。あ、やっぱ古川さんと話すと結構メンタル強くなります。はい、メンタル強くなる。あの、いろんな話聞けるので。いや、なるほど、はい、経験談から。はい、引き戻した方が良かったんじゃないですか？今ベアを打ったけど全然戻したことないベアでいいよ。あ、ちょっと羽が汚いんで。突っ込んでいいのか分かんなかったんで。羽そうです、これ使ってない部分なんかギオルだって折れたんですよ、このあピンの部分。はい、なんで穴開けてキーホルダーにしました。これいいですね、なくさないですもんね。なくさないです。給油検査あるあるスターバックがないっていうやつありますもん。はい、なんで僕ここの中ずっと入れてます、会員証も。でも折れちゃったんですよ。バキバキじゃないですか。そんなに折ろうと思わないと折れないよ、ね、セロハンテープで会員証止めてる人多分日本にいないですよ。しどうしたの？なんか猛獣とかに襲われた？いや、なんか折れたんですよ。あ、でもバーコードがあれば大丈夫って言われたんで。はい、コンパクトバーコードあれば大丈夫なんか今の球具で一番お気に入りのポイントは、はい、球具でお気に入りのポイントですか？やっぱこのダンパーですね。あ、いいですよね。さっきも言ってた、アクセルのダンパーめちゃくちゃ硬いんですよ、これ、うん、なんかダンパー自体が軽いんで、うん、なんかちょっと遠くにウェイトがある感じがして、ロッドタイプのアッパーに近いような感じ、ね、そうですね。流行りそう。アクセルのバイブレーションダンプの、ダイナスティでオンラインで発売中です。でダイレクトマーケット。普通のアッパーに使うようなダンパーってそれだけウェイト積むとタワンタワンになっちゃいますもんね。そうですね。いや、これいいですね。あとハンドルですね。ハンドル、はい、AKBX。 そのね、色がねめっちゃかっこいいですよ。いいですね。よく見ると普通の色じゃないんですよ。標準の ATFX のブラックはマットブラックのアルマイトなんで。うん、確かにペイントになってますもんね。ウィリーボンカラーウィリーボンカラー失礼しました。え、なんかさ、ここら辺めちゃくちゃ硬そうじゃない？ちょっと触ってみて。ちょっと失礼します。
広背筋全然柔らかい力入れると、僕広背筋の力入れる方分からないですね。本当だ、柔らかい筋肉、ね、来年度からあの近畿大学に入りたい学生たちにメッセージいただいてもいいですか。そうですね、一緒に頑張ろうありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、あ最後一本打っていただいて、結構グリップあれですね、上に被る、そうですね、跳ね当たったりとかはしないですね、はい、もう一度にタコありますもんね、はい、このグリップが動かないです、グリップが。あ、なるほど、はい、もうずっとそんな感じのグリップなんですか。そうですね、ちょっと引かせていただいて、はい、あ、タブ使いますか。大丈夫です、あ、いいですか、大丈夫です、いいです、ちぎれますよ、どけよ。日本の宝と呼ばれた男、知ってました、不安のこと。はい、知ってます。めちゃくちゃ後ろ来てんだけど、どうしたの。パキパキして、おお、弓がもうこんな感じ。打てない。これじゃ打てない。ありがとうございます。あ、いい。限定どれぐらいの頻度で買えるんですか。2週間に1回買えるんですけど。ですよね、もうこれはちょっと長いです。そうなんです。はい、長めです。2週間1回買えるんだ。買えます。そんなもんなんですか。ケバしちゃうんで。この本数打ってるとそうなっちゃうんですね。そうですね。はい、ということで初出演、初出演ではないんだね。前日の時に一瞬使わせていただいて、はい、あまりにも仕上がってたんで使わせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。来年も、はい、バリバリと。あと2年あるわけだもんね。あと2年ありますね。学生時代中の目標みたいなのってありますか。そうですね、まあ来年も再来年も王座のメンバーに入って優勝したいですし、はい、まあ、来年のナチームにも入りたいなとは思ってますね。一般的な大学が王座に行くっていうことぐらい、近代の中で王座のメンバーになるっていうのは多分、そうですね、厳しいですね、はい。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。はい、じゃあそういうことで、はい、山口のウィリー・ウォンカー藤井希選手、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今後も頑張ってください。ありがとうございます。ということで皆さんおやすみなさい。バイ。ありがとうございました。